兄上、今日まで本当にありがとう。この日が来ないことを願っていた。今生の別れだ、ホツマ。これがおぼろ一族の掟だ。何が掟よ。お前も分かっているはずだ。もはや二人は誰にも止められん。旅立つ者を静かに見送るのだ。参ります。震災から30日目の東京です。臨海副都心に黄金の城が出現しています。あの黄金城の影響か、都内には式神があふれています。おぼろ一族の掌握完了しました。おぼろの当主もじきにここへ。これで我が復讐の呪術が完成する。謎の陰陽師が式神を使い東京を壊滅させた。現在首都機能は麻痺し、すでに日本の内閣は消滅した。おぼろの里の話は聞いている。君には辛い任務になるだろう。結界がそこまで迫っている。もうダメだ。間もなく目的地に着きます。近づきすぎると危険だ。俺はここで降りる。了解。おぼろ一族を滅ぼすだけでなく、その死体を操るとは。仇は必ず。
っ